阪神競馬場10レースマーガレット・ステークス3歳オープンのリステット競走芝の内回り 1200m 出走10頭です3歳馬春の短距離路線の頂点は NHK マイルカップですが5月の末には 1200m の青いステークスもありますさらに夏場には1つ上の世代と戦う路線を選択する馬たちもいます 今日この出走の10頭この先どういった路線を歩んでいくか10番のアームズレイン収まりました出走10頭スタートしました揃いました 先行争いは6番のエコロアイが飛び出していきます、エコロアイ、その後ろは1段です、8番のバレリーナ、9番のオメガシンフォニー、7番のミルト・クレウモウが今2番手になって、9番のオメガシンフォニーと並んでいます、その後ろのグループ、4番手に4番のビッグシーザー、前からは5馬身から6馬身、外から8番のバレリーナで3コーナーのカーブ、5番の梅結びまで差がありません、800切りました、3馬身離れて1番のトールキン、外を通って10番のアームズレイン、3コーナーから4コーナー、後方の2頭は3番のブーケファロス、2番のコーパス クリスティが最高方で34コーナーの中間600切りました33秒8での通過です。 先頭6番のエコロアイ体半分差9番のオメガシンフォニーが2番手外から一気に後方にいた2番のコーパスクリスティが相当通って上がっていった4番のビッグシーザーはバグの中4コーナーから直線先頭は今度は9番オメガシンフォニーオメガシンフォニーエコロアイ間から7番のミルト・クレイモーそして4番のビッグシーザーが4番手から3番手2番手一気に先頭に立ちそうだ外から3番のブークアロスも追い込んでくるうち9番のオメガシンフォニー狙っているが突き放した四番のビッグシーザー強い3馬身のリード三番ブーク ファロス2番手ビッグシーザー、ゴールイン3番、ブーケファロス2着9番のオメガシンフォニー3着4番のビッグシーザーこれで4連勝今日も鮮やか芝の 1200m で4連勝を飾りました4番のビッグシーザー三幸秀明騎手です3番のブーケファロスが2着そして内9番のオメガシンフォニーが3着 勝ちタイム1分8秒台1分8秒6上がりゴールまでの 800m は46秒 3600m は34秒8でした馬群の中から抜け出すと一気に後ろとの差が開いていきました4番のビッグシーザー芝の 1200m 戦未勝利から4連勝 そして3番のブーケファロスが2着今5着まで馬番ともっています阪神10レースのマーガレット・ステイクス1着、4番のビッグシーザーと三幸秀明騎手西園正人調教師の管理場です2着、3番のブーケファロス3着、9番オメガシンフォニー4着、7番ミルト・クレイモー5着、10番アームズレインの順で着順掲示板点滅をしています。 両馬場芝千二百メートル勝ちタイム一分八秒六でした。確定までお待ちください。